ダメさん、こんにちは。こんにちは。もういいです、スーツの話。いやいや、いいことないがな、言うたら。暑いからスーツの話はいりません。俺らスーツ屋がお前、夏暑いって売れへん言うたら、お前何売んねん、お前ワイシャツ売ろうか、はい、俺、違う、縫製工場はスーツ、パンツ、ね、オッケージャケット、あ、はい、わかった。うん、で、でも今日はまたバイクの話です。バイク教習所、ね、1段階目ですよね。1段階目、はい、な、で、ずっとあの1週間、ここの1週間は俺ちょっとあの岡山行ったりとか、他のちょっと仕事で忙しくて取られへんかったんよ。今日やっと久しぶりに、うん、1週間ぶりに行ってきたんよ。1段階終わった。おめでとうございます。やっと終わった。お前見てみこれ、お前やっぱちょっと期間空けたんよかったんじゃないですか。1週間よかったよな、なんかこうリラックスできたんじゃないですか。追加教習結局3回受けたんよ。だから約1万円俺払ったから。1回3000円でしたもんね。1回3000円の消費税やけどね。あれもできるようになったんですか。あ、スラローム、スラロームできるようになったね。スラロームも、まあ、形になってきましたねって言われたから、ね、あ、なるほど、うんうん、でもやっぱり最終的に一本橋最初まで今日は一本橋を3回回されたら言ったらちょっと一本橋臭いなみたいな、ね、なんとか合格しましたよ。おめでとうございます。ありがとうございます。次から2段階目になるわけですが、あと 1,2,3,4,5,6,7 7回受けたらいいわけですよ。後期っていうのを2回取って、で次実車を1回乗る。体験と後期は実車による体験項目になります。でその次にシミって書いてある方、シミュレーションまた6,7と実車に乗る。なんかあれですね、じゃあ第2段階は体験的なものが多いから、はい、後期と体験は、あとシミュレーションか、うん、は軽くパスできるんじゃないですか。いやー、それやったらええけど補修受けたくない。もう俺補修怖がってるもんな。体験項目やからいけるでしょ、後期と体験は。いやー、見くびったらあかんよ。大型二輪を見くびったらあかん。俺は見くびっとったもん。ああ、もう 2週間ぐらいで取れるわ思っとった。まあお仕事の関係上もあるけど見くびってたな。もうすでに2週間経つからな。12件受けたらええ。12次元基本的にあるって書いてあったやん。補修なき どうなんでしょう。でもあの普通免許も持ってるじゃないですか、うん、中型の、はいはい、で一応なんか全部やったらもう自動的にいけるんですかね。わからん。検定って、あ、また検定は別であんのこれ。検定予約とか言ってますね。うん、あ、これ終わった後に俺検定受けなあかんのかもしれないですし。え、最悪やんそれ。うわ、破ってるだ。卒業検定あるんやったらプログラムの中に卒業検定はこのコースですよみたいなあるんじゃないですか。あると思っときましょう。あると思っとこう。緊張感がやっぱ変わってきますからね。覚えなあかんっていう、うん、ちゃんと覚えとかんとできないですからね。うん、9月10月ぐらいがいいですかね。何をやん、バイク。いやいや、今の段階ではもう楽しさをまだ見出してないって。俺しんどいもん。それはだって勉強しに行ってるようなもんですもん。自分のイメージができん、大型バイクに乗ってる俺って。そうですか。うん、これはちょっと無理やね。すいません、うん、コメントたくさんいただいてるんですけど。めっちゃいただいてるんだこれ。これめっちゃいただいてるんですよ。で YouTube の この再生回数も1回目すごかったやんか。だからなんかこうプレッシャーかかってくるわ俺なあ。でも俺今日は前の前回とは違って、前はほら適性検査でもボロクソ言われたり、一本橋渡れへんかったってへこんでたやんか。今日やっと1段階であの終わったからちょっと楽、気持ちは。あれじゃないですか、でもコツもつかめてきたってのがあるんじゃないですか。まあ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 、まあ、それはあるわな。どんどんこれからはもう楽しくなる一方じゃないですか。そうなんかな今の。でも一本橋は今日も1回は俺しくじってるで。脱輪したんすか。うん、で僕うちの近所一本橋いっぱいあるやんか。ありますよ。一方通行の一本橋とか。そんなんあります。分からん。なでもやることは一本橋が出てくるんだよ今後。出てきます、ね、出てけへんかったらあんな教習でやるのおかしいやないかお前。言ってあったじゃないですか、その半クラの使い方を覚えるためって。せやねん、まあ未だに半クラってよう分からんわ俺。うん、でも教官には分かったふりしてるけどな。せやねんと1段階通られへんから3000円払い続けなかったからね言うたら。ということで今日は1段階終了しましたというお話ですよ。あ、おめでとうございます。はい、次は2段階をちゃんとここで言っていきますんでよろしくお願いします。もう最後まで皆さんお付き合いください。これはもうね、お話だけでちょっと辛いと思いますが、大型免許と成長日記ですよね。なんでみんなが聞かなあかんかという話になりますけど、まあこれからでも大型に限らずバイクの免許を取ろうと、うん、している方に何かこう、はいはい、アドバイス的なことを本庁にしていただけると、ね、うん、一本橋はこういうとこに気をつけましょうとか、スラロームはこういうところを意識しましょう。スラローム難しい、スラローム難しい、スラロームな動画で見ててな、ちょっとアクセル吹かしなさいっていう言うねん言うたら
こうグイーンって立ち上がる瞬間にアクセルちょっと軽く吹かしてみてみたいな、俺よってガーって引っ掛けて怖っ、危ない危ない危ない言うて曲がる時って、うん、僕もちらっと調べたんですけど、うん、エンジンタイヤが回ってないと、うん、グラグラしちゃうんですってね、うん、だからあの曲がる時はそうそうスピード落ちたら余計にバランスが崩れるから、アクセルちょっとその寝て立ち上がらそう思ったらアクセルちょっと吹かした方がええっていうのを YouTube のやつでみんな見とってん、俺参考に。タイヤ俺はどっちかやったらそのアクセル吹かすよりもユリゲラ方式やから、ちょうどそれで曲がれ曲がれ曲がれ言うて曲がるあのバイクを曲がらせるっていうのをやってたんやけど、勝手に体が動いてるんですよ超能力。俺はな、うん、俺とユリギラとしてはスプーン曲げと一緒だよ、こうやって曲がれ曲がれ曲がれてバイクの上で念じてんの、ほんなら曲がるよちゃんと。アクセルは怖いわまだ、とりあえずなんか騙し騙しでスラロームやってんね、一本橋の勝田って呼ばれてるから俺とりあえずみんなうまいみたいな一本橋めっちゃうまい人、うまい人みたいな一本橋の勝田って呼ばれてる最後の最後までもうスラロームとか、クランクはいいですから一本橋行ってくださいって言ってもう何回もやらされた。俺はもうとりあえず追加料金3回払ってますんで、皆さんも自信持って5回でも5回以上なんだな、安心パック、安心パックみたいなのを入った方がいいと思います。長年乗ってない方はぜひ安心パックを入って安心してください。俺らも不安でしゃないもん、あと何回補助するのかなと思って。もう大丈夫でしょ。アホなこと言うな、具体的な車の運転もそうやけどな、こうやって気許してる時が一番後で落とし穴に落ちんねん言うたら、だから最後まで気合い入れて頑張りますんで、はい、はい、ということで、2次元目ご期待ください。どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。